はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学、比例反比例のいろいろな問題っていうね、めっちゃアバウトなタイトルですけど、実は比例反比例これが最後になると思う、多分あのですね、比例反比例一応今回が最後になります。で、なんで多分と言ったかというと、比例反比例ってね、すごく問題の種類が多いとこなんだよ。だからこの後にもちろん増えることもあるだろうと思うんだけど、ひとまず今回はね、これでやっと終わりになります。で、今まで利用をやってきて、文章だよね、やってきたんだけど、そのいろんな動画を撮ってきた中に入らなかった問題、でもテストでよく見る問題っていうのをね、今回詰め込んでみました。1番から6番です。で、できそうな子はもうね、動画を止めてチャレンジをしてみてください。ただし、あまり比例反比例が得意ではない子は一度見てからの方がいいと思います。いいかな。まあ後で必ずやってみてね、自分で。よろしくお願いします。じゃあ俺の方は解説に入っていきますので、チャレンジに待って、もう一回言う、チャレンジする子はぜひやってみてください。よろしくお願いします。じゃあ行くね、始めます。で、ここの動画ほとんど全部の問題に共通する、特に左側だね、こっちの問題に共通することがあります。あのね、比例反比例の問題をやってる時に頭の中で思ってほしいことがある。それは式を出さなきゃなって思ってほしいの。どういうことかというと、1番、 y は x に比例し、 x イコール6の時 y イコールマイナス5です。 x イコールマイナス4の時の y の値はっていう問題。これ式が書いてないんです。 y イコール 7x とか y イコールマイナス 2x とかっていう式がない。だから自分で出さなきゃなんだって頭の中で思ってほしいの。で、まずこの言葉、y は x に比例しって、これがあった瞬間に、あ、y イコール ax を使うんだって、まず思ってね。で、これをピンって思うでしょ。その後に、x イコール6の時、y イコールマイナス5だから、ここがまずセットなの。こっちはまた別の話なの。だから、これを先に使います。で、どう使うか。x に数字が書いてある。y にも数字が書いてある。だから2個一緒にこの式に入れてあげればいい。こうやってね。で、入れてあげると y のとこにマイナス5を書くからマイナス5だよね。で、一応ちょっと黒使うね。イコール a はそのまんまだよ。今 a 何も書いてないからね。a かける x のところに6を入れるから6ってなります。で、これ右と左一回入れ替えますんで、そのまんま 6a イコールマイナス5ってなる。大丈夫？ちょっと狭くてごめんね。で、 a これ割り切れないので、文字にくっついている数字が下なんだよ。だから a イコールマイナス6分の5って出るでしょ。で、 a が出れば、 a が出たからここの数字が同じだからね、式が出ます。y イコールマイナス6分の 5x なんだって。これが式なんですね。で、式を出せって言われる問題だったらここで終わり。でもその先があるでしょ。今回もう一回ね、 x イコールマイナス4の時 y はって聞かれてます。だから今度式を出した後に x だけ数字書いてあるからね、x のとこにその数字を入れてあげる。いくよ。y はマイナス6分の5かける、ね、x のとこマイナス4入れるからマイナス4か、括弧つけてあげてね。で、これ約分できるから3と2で、マイナスとマイナスだからプラスになるので3分の10。これで答えになります。これが答えね、3分の10。いいかな？っていうやり方をしてください。いい？次は違うか。2番、 y イコール x 分の12は、カッコマイナス3点 p を通る。 p はって聞かれました。で、今回は式が書いてあるね。だから、お、この式が書いてあるから、ちょっとこの問題楽そうじゃねえかと思ってください。式が書いてあるね。で、
ポイントなのはね、この点を通るって書いてあるでしょ。この通るって言われたら、このまんま x のとこにマイナス3、 y のとこに p を入れちゃえばいいんです。そのまんまね、入れてみようか。 y のとこに p でしょ。で、イコール、ちょっと待ってね、色をいっぱい使うとあれだね、時間取っちゃうね。 x のとこにマイナス3入れるからマイナス3でしょ。で、分の12だよね。で、3と12約分して1と4。マイナス生きてるからね。だから p はマイナス4でしょ。ほら、p 出たでしょ。もうこれで終わりだよ。そう、こうやってやってってくださいね。で、3番。下の表は y が x に比例する時の対応表。あと、いはいくつって書いてあります。で、この問題には式が載ってないね。だから自分で出す。で、y が x に比例すると書いてあるから、また使うのは y イコール ax って思ってください。で、ちょっといいですか、見てね。こういう表っていうのは絶対にこうセットで使うんです。上と下を、いいね。で、上と下数字が揃ってるのはこことここでしょ。だからどっちでもいいから、このどっちかのセットを使います。今俺ちょっとどっちに、こっちにしよう。ここ使います。で、これを x が3、 y がマイナス12なので入れてあげればいい。12でしょ。色を頑張って使わなきゃいいんだけどな、ごめんね。 a かけるで、 x のところに3を入れる。で、右と左を、入れ替えて 3a イコールマイナス12。なんだろうな、動画この辺からね、初めて俺の見た子は、あれ移行したのに符号変わんねえのって思うと思うんだけど、右と左を丸々入れ替える時って符号変えなくて大丈夫だからね。で、3で割って a はマイナス4だから、 y はマイナス 4x っていうのがまず分かります。これが式ね。いいかな。で、あと e を出しに行く。まず a から行こうか。じゃあ色通過を、あは赤にするね。あを出すためにはここをセットで考えるからね。 y が0でしょ。だから y のとこに0を入れるんだけど、 y に0を入れるから0はマイナス 4x ね。これどう考えても x0 だからね。はい、だからあの答えは0なんです。いい。まあでもぶっちゃけちゃうと、これ比例するって書いてあるじゃん。比例って原点って言って0の0通るでしょ、真ん中。だから0って書いてあったら絶対0なんだけどね。まあ一応やってみた、ちゃんと。で、次、い、あ、そっか、色があと一色ねえんだ。じゃあ い、 いもごめん、青でいくね。ここ失礼します。 x が5だから x のとこに5だけを入れます。なのでy イコールマイナス4かける5です。 x5 だからね、5を入れてください。で、問題解くと y イコールマイナス20。これが e の答えになります。いいかな。これがまず左側。やってることは、もう2番はね、式が出てたからいいんだけど、1番3番に関しては式が載ってないから式を出すの、自分で。で、出した後に数字を入れるっていう作業をやっていきます。いいかな、その流れです。で、右側4番、ここは難しい。難しいっていうか、知らないとなかなかね。でもよく出てくるから頑張って覚えてね。いくよ。4番、 y イコール 3x について式書いてあるね。書いてあるから先にちょっとメモっとくわ。はい、これ式で、ついて x の変域がマイナス4から a までの時、 y の変域は b から5まで、 a と b、 こことここを出すっていうね、全く新しい問題になります。なんだけど、これすごく簡単なんです、実は。いくよ。で、やり方を丸暗記するのももちろんいいね、それ今から教えるんだけど、でもなんでそのやり方をするのかっていうとこまで覚えておくと、
人間の記憶って忘れないので、もしよかったら余裕があったらそこまで覚えてみて。いくよ。まずこの問題に関しては大事なのはね、これ、式を見た瞬間に比例か反比例か分かるね。 y イコール 3x、 x が隣についてるのでこれ比例になります。いい？比例ってことはグラフはまっすぐだよね。シュッって上がるかシュッって下がるかでしょ。で、このグラフ、ここが負あの正の数、プラスの数なので右上がりのグラフになるよね。ここまで大丈夫？右上がりのグラフの時はよく見てね。比例で右上がりでしょ。左の数字と左の数字がセット、右の数字と右の数字がセットで考えます。どういうことかというと、これ x の話、 y の話だからね。 x がマイナス4の時 y は b なんです。だからこの2つを同時に入れればいい。いきます。y のところに b を入れるから b、 ちょっと待ってね、蓋をしなきゃいいんじゃねえかっていうね、ごめんよ。 b は 3×x のとこにマイナス4入れます。マイナス4、いい？だから b はマイナス12。はい、これ b で答えです。いい？そして右側、x が a の時 y が5なんです。これをもう一回入れます。 y のとこに5で、イコール 3×x のとこに a を入れるので a ってなります。いいかな。で、右と左丸々入れ替えると 3a=5。 これ割り切れなそうだよね。文字にくっついてる数字が下に下がるからね。だから3分の5。ちょっとね、字がちっちゃくてごめん。これで A 出たよ。終わり。ちょっと待って、見えるかな？字。大丈夫かな？っていう感じになります。これで終わりです。で、ごめんね。なんでこのやり方をするかは、こっちの問題終わってから言うから、ちょっと待ってね。で、5番。今度、似てる問題なんだよ。でも、Y イコール -2X っていうこの式があるでしょ？これ、また X が隣にくっついてるから、これも比例なの。ただし、ここの数字がマイナスだから今度は右下がりになります。いい？右下がりになってる時はよく見ててね。左の数字と右の数字がセット、右の数字と左の数字がセットになります。今あったか、俺言ってること間違ってない？左の数字と右の数字、右の数字と左の数字がセットになります。大丈夫かな。で、やり方、このセットさえ分かっちゃえばやり方は一緒です。じゃあ青からいくよ。 x のところに a を入れて y のところに10を入れます。だから y のところに10だから 10=-2×x のところに a だから a って書く。で、右と左入れ替えて -2a=10。これ割り切れそうだね。y a は -5。これが a の答え。そして x のとこに7、y のとこに b をね、セットを入れてあげると b=-2×7 になります。いい？だから b は -14。このセットのことさえ知ってれば余裕なんです。いいかな。こうやってやります。だから大事なのは、いい、比例の時で右上がりなら同じ向きでセット、右下がりだったら逆でセットになります。いいかな。で、なんでこうなるか、いいかな、ここをちょっと言います、簡単にね。じゃあこっち行きます。 y=3x、 ちゃんと書かないからね。書かないけど、グラフって、まあ、右上がりでこうなるよね。ちょっと真ん中通んなかった。で、 x が -4 から a って書いてあるでしょ。これどういうことかっていうと、 -4 ってこの辺にある。で、 a はどこに行けばあるか分かんないんだけど、 -4 より右に書いてあるから絶対右にあるんどっかで、こうなってるでしょ。で、これね、グラフって永遠に続くんで、本当はすげえ長いの、うわーっつって。
でも x がマイナス4から a って言われちゃうと、その間にあるグラフ以外は全部消しなさいってことなのね。だからこう消えるでしょ。でその時一番下にあるとこと一番上にあるところがあるでしょ。でそれが y なので、今 b と5って書いてある。で5の方がでけえって書いてあるんだから当たり前だけど上が5でしょ。で下が b になるわけだよ。ここまでいいかな。そうするとマイナス4と b がセットになったよね。で5と a がセットになるの、グラフを書くとね。だからマイナス4と b、 a と5がセットになります。でこれ右下がりになるとそれが逆になるの。ごめんね、時間もう15分超えてるんでこのじゃあ説明しないけどね、っていう風の頭の片隅に置いといてもいいよ。ただし右上がりか右下がりかだけでこの問題は解けるので、ぜひねそういう風に覚えてください。そして最後、ごめんね長くなって、お付き合いください。最後です。今度は y イコール x 分の a についてって書いてあるでしょ。これ式っぽいんだけど、これまだ式じゃないです。なぜならだって a のとこ数字書いてねえんだもん。だから自分で出します、後でね。で x が2から5の時 y が5分の3から b だよって書いてあります。で大切なのはこれ反比例でしょ。大丈夫？反比例なんだよね。平気？で反比例の時はよく覚えてね。反比例の時は x 分の a についてだから、左と、あれこれいいのかな、マイナスの時、あどうしようかな、あ失礼しました、ごめん、この問題はちょっとなしにしちゃおうかな。あれなんか俺すごい戸惑ってるな。こうなってて、あ、いいんだ、なんでもないです、ごめんなさい、もう一回やります。失礼しました。これ反比例でしょ。で反比例ってこういうセットになる時と、よいしょ、こういうセットになる時があるよね。でね、今 A が数字が書いてないのでどっちかがわからないんです。いいかな、大丈夫で、わからないんだけど、これよく見ててね、ちょっと難しいこと言うよ。 X が今ここ2と5なんでプラスの話をしてますよね。で Y も見ると5分の3が書いてあるんでプラスの話をしています。いい？ X がプラスっていうのはここの話ですね、ここです。で Y がプラスっていうのはここの話なんです。いい？こことここが出てくるのってここしかないでしょ、グラフ。だから今ここのは消してこの子の話をしてるんだっていう想像をしますね。でここの話をしてるってなるからこれ右に下がるでしょ、右下がりになるね。なので右下がりだからこっちの仲間、こことここが同じ仲間というかね、セットになってこことここがセットになります。で、あとは入れてあげてねって問題。いい？で、この問題のちょっとね、変わってるところは、数字がさ、セットになってるやつと文字が入ってるやつがあるでしょ？これ、数字がセットになってるのを先に入れてください、必ず。いくよ、こっち先に入れるよ。y のとこに5分の3を入れるから、5分の3でしょ？黒がね。で、イコール、x 分のじゃない、間違っちゃった。x のとこに5を入れるから5分の x になる。右と左入れ替えるよ。5分の x は5分の3。この下の5が邪魔なので5をかけます。だから、ごめんね。もうなんかテンパってんね。a だよね。x じゃないね。a イコール3っていうのがわかる。これまず a 一個答えね。大丈夫かな、俺合ってるよね、これテンパってるから怪しいな。
大丈夫かな。で、A が出たので、式が今 Y イコール X 分の3って、これでやっと式が分かる。これ式ね。です。で、その後にこの B、B じゃねえや。2と B を入れてあげて、Y のとこに B、イコなぜ青イコール X のところに2を入れてあげるから2分の3ってこれ答えか。ちょっとちゃんと書くね。 B イコール2分の3となります。いやー途中で間を作ってしまったね。完全に申し訳ない。だから時間がやっべ20分超えてるよ。失礼しました。ほんとここごめんね。ちょっとちゃんとやっとけばよかった俺が先に。いいかな、こんな感じになります。これで比例反比例が一応ね終わりましたので、本当に皆さんお疲れ様でした。では締めますか。じゃあ今回はね、中学校1年生の数学比例反比例のいろいろな問題を取り上げました。今回もね見ていただいて、そして比例反比例全体にわたってね見ていただいて本当にありがとうございました。最後の最後でちょっとテンパってすいません、失礼しました。次はね図形が始まります。またねそっちも全然違う勉強ですけど、頑張って動画撮っていきますので、よかったらそっちも見てみてください。よろしくお願いします。それではね、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。